ジョジョ、見ろよ、このディオの情けなき姿を。あえてこの姿をお前の前にさらそう。なぜこんな姿をあえて見せるのか。それはジョジョ、あれほど侮っていたお前を今尊敬しているからだ。勇気を、お前の魂を、パワーを尊敬している。それに気づいたからだ。ディオ、ジョジョ、お前がいなかったらこのディオに仮面の力は手に入らなかっただろう。しかしお前がいたから未だ世界は俺のものになっていない。神がいるとして、運命を操作しているとしたら、俺たちほどよく計算された関係はあるまい。俺たちはこの世において二人で一人、つまり俺はこの世でただ一人尊敬する人間のボディを手に入れ、絢爛たる永遠を生きる。それがこのディオの運命なのだ。苦痛は与えん。それが我がライバルへの最後の礼儀。あの目は、まずい。我が肉体となって生きよう、ジョジョ。ということだ。なまじ避けなければ眉間を打ち抜き、苦しみを与えずに即死させたものを。日常から一気に魔界へ。どういう事態が起こっているのか把握できず、声も出ないか。ジョジョは語らなかったのか。暗黒に生きるこの俺の神話を。今は情けない姿だが、この俺に見覚えがあるだろう。エリナ・ペンドルト。いや、今はミセス・エリナ・ジョースターかな。ディオ！国中が動き村から。私が一人の血を吸いましたので、すでに船内はほとんど同胞に変わってはさ。そしてこのままアメリカまで行くのですね、ディオ様。声が出ない。それより息ができないんだ。呼吸か。エリナ、君だけは。波紋が寝れない。カー、ジュオ様見てください。このくそったれ野郎、呼吸ができませんで。つまり波紋とやらは使えんわけだ。